放送大学学園は千葉県千葉市に所在し、放送大学学園法に基づき、放送大学を設置し運営することを目的としている特殊法人である学校法人である。文部科学省、総務省が所管する。日本全国を放送対象地域とする超短波放送とテレビジョン放送の衛生機関放送事業者でもある。 かつては、ラテ県営の特定地上機関放送事業者として、関東広域県の授業実施予定地域を放送対象地域とする超短波放送とテレビジョン放送も実施していた。前身である旧放送大学学園は、旧放送大学学園法を根拠法とし政府が全額出資する資本金1億円の特殊法人であった。しかし、 全部改正された放送大学学園法の施行により、旧学園は解散、新放送大学学園が設立され、旧学園の設置する大学を継承した。この放送大学学園は、私立学校法第3条に規定する学校法人であるとされているが、旧学園と同様に、文部科学省並びに、総務省が共感する特殊法人でもある。 一般的な学校法人とは異なり、放送大学学園に対しては、経常費の半額を超える補助金を交付することが可能となっており、国からの期待を背景にして2012年度予算では、国からの財政支出は約80億9800万円に上る。同年度の国立大学法人の財政支出における運営費交付金の割合は41%程度なので、 これを15%も上回ることになる。法人の名称は法律によって定められており、私立大学を設置する学校法人ではあるが、学校法人を監視しない。放送大学の業務は、放送大学学園に雇用された職員が担当する。私立学校法及び学校教育法の規定により、学校法人に置かれる理事会と大学に置かれる 教授会からなるる運営が行われている大学全体の組織は、大学本部と学習センター、サテライトスペースに区分される。以下、本節内において、学習センター及びサテライトスペースは区分せず、一律に学習センターと記述する。教員組織は、学長、教授会、教授、准教授からなる。すべての専任教員に、任期制が採用されている。 教授職は2度、準教授職は1度のみ、業績審査の上で再任が認められている。ありがとうございます。